<laughs> ありがとうございます。七の,のおじさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ん嘆き <laughs> ぶん,ぶん,ぶ,んぶん、こんばんは。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  こんばんはこんばんはこんばんは初見ですありがとうございますこんばんは <laughs> こんばんは美女来ましたありがとうございますこんばんはおやつでブンブンおやつおやつでブンブン <laughs> こんばんは、こんばんは、ウインク、ウィンク、<laughs> できない。<laughs> 僕も、俺も、俺も岐阜県民、イエーイ一緒。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは、岐阜いいね、岐阜いい。<laughs> ありがとうございます。 こんばんはあ、ついンって。<laughs> つい、あの、学校学校から帰ってきて、今、急いで撮って、<laughs> ボサボサ今日は休みだから、最初から見れる。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なんて呼べばいいのえっと、うん、なんでもいい。<laughs> お気に入りにしました。ありがとうございます。こんばんは、仕事終わってきたく。イエーイ。<laughs> いるかはいるか <laughs> いるかはいるか学校楽しかった。今日めっちゃ楽しかったです。やっぱかわいいわ。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。こんばんは学校楽しかった。学校楽しかった。文部長、ただいま。ただいま、おかえり。<laughs> おかえり。 でもいいかい何でもいいかい,い何でもいいんですよ <laughs> ロロちゃんこんばんはこんばんは <laughs> 今日はピンクでかわいいピンクあ <laughs> ロロちゃんの浅いツボ相変わらずくツボが浅すぎてやばい今日は怒られた怒られなんか <laughs> 怒られた怒な,ん、うん、なんだろうなんか怒られた今日も怒られた <laughs> 他の子は番号にちなんだ読み名つけてよえっとロロちゃんかムームちゃんかブーン部長って呼ばれてます <laughs> 燃えそで燃えそで燃えそで <laughs> ふぶしがついてるのか あ、そたぶんそうです。<laughs> 風を大事に。か喉が痛いんですよ、めっちゃ。<laughs> 66番だから、むむちゃん。むむちゃんむむちゃんかわいい。<laughs> 今日もなんだ。今日も、今日もです。<laughs> 風邪大丈夫。はちみつも言われおすすめ。美味しそう。めっちゃ美味しそう。はちみつめっちゃ美いしい。 ムンムチョウーム長投票で決めないの投票投票って何大事な時期だから風邪ひかないでねか <laughs> 風邪ひかないようにしなきゃツインテール以外の髪型みたいえ髪ツインテール明日明日変えなきゃ変えます明日土曜日やったー <laughs> 怒られて伸びる子だからね 怒られて伸びるかも <laughs> いやです <laughs> ありがとうございますおでこ見せておでこ <laughs> めっちゃひるんですおでこが <laughs> 見てくれて十5 4ンチかと思って<笑><笑> 違います <laughs> 見てくれて154センチ <laughs> 明日も仕事やえー、土曜日なのに頑張ってくださいおでこ綺れだねえー、おでこめっちゃ広いんですよ <laughs> おでこおでこ <laughs> 今日も可愛いいですねありがとうございます合格 <laughs> して激戦だってお披露目されるのが楽しみ <laughs> 頑張ります頑張らなきゃ岐阜にこんな可愛い子いただく <laughs> ありがとうございます岐阜岐阜めっちゃいいとこ <laughs> 明日から 3日間仕事えー、忙しい頑張ってくださいおでこペチペチえ痛、ー、い,い <laughs> 明日は大阪で握手会えー、すごい握手会すごい燃え袖かわいい <laughs> これなんか袖めっちゃ長いんですよ <laughs> 下阜の美少女ありがとうございます全然全然 <laughs> 岐阜ってもう寒いめっちゃ寒いですよ今日めっちゃ寒かった今日本当にすごい寒かった <laughs> こんばんは今夜も来ちゃったありがとうございます見てくれてありがとうございます寒いよねめっちゃ寒いですもうやばい本当に <laughs> 寒すぎる今もご飯食べましたかおやつ食べました応援してもらえたからめっちゃ頑張る <laughs> 頑張ってくださいこんばんはそのペプシの服買ったの買いました <laughs> なんか安くなっててママに買ってって言ったら買ってもらいました

菓お菓子ついてるえめっちゃいい <laughs> お菓子がついてる加湿器がいい。<laughs> ペプシーペープシ <laughs> いつも服えっと w ーゴーこれはウィーゴーで買いました。ママと似てますかママママと似てる <laughs> ペプシーとか普段に外に出かけると目立たない。 うん、えー。目立わかん目立つのかな目立たない。ふ <laughs> 僕はママが選んでるんじゃないんだママ。あ、そうです。ママが選んでるのはプロフィールの写真だけです。ダンスの配信はしないのすません。え、踊れない。全然。ブンブン。 しながら見ウソ嘘、嘘かい <laughs> おかしなに食べるのえっと今日はグミグミ食べましたあグミとチョコグミとチョコ食べました <laughs> こんばんは毎日配信お疲れ様ですた分めっちゃ楽しいから全然疲れない <laughs> 岐阜の中産ってスパガの 長押りちゃんと同じだね。そうなんですか <laughs> ペプシのジュースは好きなの。え、なんか、コーラみたいなやつ。あんまりの、飲まない。フ <laughs> ん,ん,んプロフィール写真の服は外で着たことあるの。うん、たまにたまにあんまり、あんまり着たことない。<laughs> ダンスは好きやってから。 練習だね練習 <laughs> 入れたらめっちゃ頑張らなきゃ <laughs> こんばんはこんばんは <laughs> こんばんはあバキってったロロちゃんでよかったこんばんは何か楽器はできるロロちゃんで大丈夫です何か楽器はできるの え、できないえあ、でも簡単なやつはできるかも <laughs> えっと何ができるかタンバリンタンバリンタンバリンできます <laughs> こんばんは待ってましたこんばんはありがとうございますどうにかして合格してほしいな頑張ります <laughs> ペプシあんまに飲まないのにペプシの買ったんかい <laughs> そうなんですよ全然飲まないけど買いました <laughs> トライアングルもえトライアングルめっちゃ楽しそう <laughs> めっちゃ簡単そう三角三角三角だから可愛い <laughs> 習い事は今はな今はしてません <laughs> 好きな食べ物は、アイス。アイスが、アイス好きです。でも、なんだ分かんない。いっぱい好きなものがある。タンバリン。いけるんやったら、カスタネットもいける。あ、カスタネットめっちゃ上手でした。小学校の頃。<laughs> 小太鼓叩くの楽しい。え小太鼓叩くんですか <laughs> すごい。え ちっちゃいちちっちゃい太鼓チーンってなる楽器ローちゃんに似合いしそうだね <laughs> ありがとうございます木琴ピアノは弾けますかあ保育園の頃なんか木琴のなんか担当みたいなやつでなんかその時は弾けましたアイドルオーディション受けるのは初めて初めていけるの 初めて受けました。<laughs> だ楽器が得意なのね。そうかもしれない。<laughs> 得意得意でも全然弾いたことない。<laughs> 木琴は難しいのにすごいね。えでも今はもうできない。<laughs> 今はできない絶対。ならでき 鉄筋鉄筋わかんないあ鉄のやつわかるできるかな <laughs> 教えてもらえばできる <laughs> 覚えてない,いなんかでもなんかシールみたいな銅とか書いてあるシールみたいなのが貼ってあってできますやればできる子なんややればできる多分 <laughs> こんばんは。サビこんばんは。サビ。んんサビ <laughs> わさび <laughs> 今日岐阜市内の？んかき氷の夢ってえかき氷寒くないですか？えかき氷めっちゃ美味しいですよね。ふわふわのやつめっちゃ美味しい <laughs>。 66ちゃんゲのケーキ全くない全くないです <laughs> 全くんない <laughs> お寿司はわさび抜き <laughs> お寿司えわさび食べれない <laughs> お寿司お寿なんかする 酢が入ったご飯みたいなのがあんまり好きじゃない。叩く方で合ってる叩かれて当たんが。え <laughs> え <laughs> ?50 皆さんく。お疲れ様です。お疲れ様です。<laughs> 木金いくつ引くの木曜日と金曜日木金だけに。 え <laughs> 新潟市からこんばんはこんばんはえー、新潟寒そうこれ冬に食べるアイス何がおすすめうーん雪見大福フこれも大人だけどわさび食べれないわさびってめっちゃなんかなんか無理 <laughs> カレーは甘口なの甘口 岐阜県初寿司涙目ん岐阜県んふふふこんばんはこんばんはこんばんは部長こんばんはゆっきーさんこんばんは雪い大福間違いないえめっちゃおいしいですよねもううんうんおいしい <laughs> イケメン大福大好きかよ大好き。<laughs> 給食にもなるイケメン大福来た来た。S T O F O T 三イエント開始イエント開始。イ,開始イケメン大福は食パンでトーストしたらすごく美味しいらしいよ。えなんか知ってるそれ。なんかなんだったっけなんか知ってる。<laughs> ちょっと柔らかくなってから食べると美味しいえっじです <laughs> 同じ溶けかけた雪見だいふくが好き同じ <laughs> きなこの雪見えっそんなあるんですか美味しそうきなこの雪見だいふく雪見大福っとんだいふくオットサンド最近なんかで見た最近なんかで見たえっなんで見たんだろう今日の晩ごはんは何 え、なんだろうわかんない <laughs> 同じじゃないって同じじゃない同じじゃない <laughs> <笑><笑><ん> <laughs> ちくわじゃないあ、でもなんか今日もちくわなんかちくわがあるとか言ってた気がする <laughs> 3倍ぐらいの大きな雪見だいふってくれねえ売ってくれたら食べたい絶対食べたい大きいやつが食べたいさら <laughs> においしいってさらにおいしいってさらにおいしいっておいしいおい <laughs> しい <laughs> こんばんはこんばんははじめましてはじめましてありがとうございます風邪ひいてる 風邪ひいてるなんか喉が痛くて今日はいつもより早いね学校が今日早く終わりましたあのなんか5時間5時間だった <laughs> 合格したら雪宮大工0っこチャレンジ配信えでもアイス食べ過ぎるとお腹が痛くなるんですよすぐ <laughs> だから全然食べれないちくわ好きだねちくわ美味しいあの 友達と遊んでるときにコンビニにお腹すいたって言ってちくわ買いましたこの間 <laughs> 昨日ぶりですこんばんは、はい、こんばんはありがとうございますロシアンシュークリーム配信え中になんか入ってるやつ <laughs> ちくわにチーズ入れましょうそれめっちゃ美味しいですよねちくわにチーズ入ってるやつアイスはこたつで食べるの こたなんかこたつこたつが欲しいんですよ家に <laughs> でもこたつがなくてアイスはあのあったかいやつなん,かなんだっけなんて言うんだろうなんかあったかい風がバーって出てるやつの前で食べます <laughs> 期末試験はそろそろえ終わりましたえっとなんだろう2週間 ?2 週間ぐらい前に終わりましたちくわにきゅうりも美味しいよ 美味しそう <laughs> お初です。ありがとうございます。こたつがないこたつがないんですよ。<laughs> 悲しい。絶対こたつがあったらもう絶対出ない。<laughs> お寿司は何が好きですかえー、なんだろう。たまごたまごのやつ。ヒーターあヒーター ヒーターの前で食べます。ちくわ天ぷら。おお、ちくわの天ぷらめっちゃ美味しいですよね。雪見だいふく。クッキークリーム美味しい。え、同じ一番。好きクッキークリームのやつ。<laughs> しその葉と。きわり。納豆。もちくわだよえ、めっちゃわ。わ。わだわ。わ <laughs> だ。エアコンなのか、はい、いたのか。うーん。 エアコンじゃないあ。エアコンはつけてるんですよ。ダブルダブル。<laughs> こたつ出すとこたつから出れなくなるからね。<laughs> あのこたつ絶対出れなくなると思う。<laughs> こたつあるとこたつで寝ちゃうから風邪引くよ。こたつで寝ちゃうから風邪ひいちゃう。<laughs> 誰も100個投げたよ。え ありがとうございます <laughs> ありがとうございますた達で寝たらママにおかママ絶対ママ怒り怒る絶対怒る <laughs> ママ怖いから優しいけど怖いママ <laughs> ほうじえ、ほうじ茶雪見大福…茶フフ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 フお茶フフフフフフフえ、フフしそう。ちょっとフフしそう <laughs> 顔以外、全部こたつに潜り込むえ、こたつ… <laughs> 絶対そうなる <laughs> ママ怖いんだママ怖い怒るとめっちゃ怖いです <laughs> 最近いつもこつつで寝落ちしてるわえー、いいななんかそういうのめっちゃいいですよねちくわはえっと魚魚からできてる <laughs> 覚えてますでもおでちゃんは応援してくれるのママさん応援してくれてますめっちゃここまで来たら頑張れみたいな <laughs> 卵かお子ちゃまだなあ寿司寿司かな卵卵めっちゃ美味しいですよね卵のママは30代えわかんないか教えてくれないんですよママ年齢を <laughs> なんか教えてくれない <laughs> こたつにはみかんだよねみかんめっちゃ美味しい <laughs> ついに部長の。 もうねもう雪見大学ですよこれもう入ってますよ本当に <laughs> お雪見ロロちゃん雪見おばばばばママに年聞いたらお菓子買ってくれなくなるよ <laughs> お菓子買ってくれなくなっちゃうママの協力は必要だもんねママでもママよりお姉ちゃんの方が協力してくれる <laughs> ウニウニウニ食べたことないん ウ,ウニ食べたことない食べてみたいどんな味するんだろうどんな味なんだろう年齢不明ママ年齢わかんない永遠の17歳もうねそんなことばっかり言うよママほんと <laughs> 丸い顔がかわいい丸いめっちゃ丸いもう丸いめっちゃ丸いやばうんアイスは太らないから大丈夫らしいよ えー、大丈夫えきみ <laughs> はそんなとこに隠してここに入ってるよ絶対うん、うん、お姉ちゃんいるからもう少し上の年齢だなうんお姉ちゃんは何歳だろううん20歳ぐらいお姉ちゃん20歳ぐらい <laughs> ウニは魚かなえなんかチクチクしてますよねウニって <laughs> かわいいやんありがとうございますあかわいいやんうんうんそのうちママの,の年齢超えますね超えちゃう <laughs> プリンに、ね、お醤油かけるとうに食べた気になるらしいねえすごいほんとにほんとにすごいそれマレーカ人気出るよえそうなんだすごい えママは電話になると急に声とかえ待って本当になんかめっちゃ声変わるんですよママ電話学校から電話かかってきたりすると全然声違うからママ声違うって言,った <laughs> 言うと怒ります <laughs> お姉ちゃん綺麗そうお姉ちゃんは全然顔が似てないんですよめっちゃかわいいかわいい <laughs> プロフィール写真だとだ とだいいぶイメージ違いますねなんか全然違う <laughs> 全然違うんですよ20代なんだうん20歳うん20歳ぐらいかなうんアイスは冷たいからカロリーゼロえ待ってそれめっちゃ面白いですよねあのえっとあのゼロカロリーのやつめっちゃ好き <laughs> それ入れちゃいけないやつ入れちゃいけないやつわら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 お姉ちゃんと割と声離れてるのねめっちゃ離れてましたからめっちゃなんか仲良し <laughs> ママ配信あ間違えたあんたも超絶可愛いいでありがとうございます怒っててもう急に声変わるあるあるあ声めっちゃ変わりますもう怖い ときっ,ってもう本当にわかるんですよ <laughs> ママ配信見てたら怒られちゃうあー <laughs> アイスは溶けるからカロリーゼロ溶けるから <laughs> めっちゃできそうですよねそれなんかかわいいお姉ちゃん見たいお姉ちゃんでもお姉ちゃん全然会えんから <laughs> 来られてる途中で電話かかってくるとそうなる <laughs> <laughs> あ、わかるめっちゃわかる <laughs> アイスは冷凍するから賞味期限がない <laughs> マ,ジマジかマジかマジかカレーカレー気にしてるカレーカレーかなカラなんだろう、うん写真の服方がここ, <laughs> ここ出てますよね <laughs> くまいくよ。くまいくよ。く <laughs> まいくよ。うふわかんない。ママに送られたら、その時は学校に頼んで電話してもらおう。<laughs> それめっちゃいいですよね。なんか。<laughs> こんばんは。こんばんは。<coughs> 辛いものを。 辛いものも汗をかくから実質カロリーゼロ <laughs> カロリー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  <laughs> ギフトだねクマのことえー、すごい早く握手会したい <laughs> 頑張りますドーナツは真ん中が穴開いてるからカロリーゼロえヘヘドンナツね <laughs> それめっちゃ笑ったあドーナツ食べたいピカチュウの <laughs> 美味しそうめっちゃ <laughs> 食べたいうん見てるのかなミスドのやつだねミスドのやつ ミスドのやつ <laughs> 体重は公開してんのあもうねもうダメダメダメお手であかんやつ<笑>,笑い方がかわいいね <laughs> ずっと笑ってるありがとうございますミスドのピカチュウドーナツね食べたことありますか <laughs> そうミスドのやつ <laughs> でも でも、ピカチュウかわいすぎて食べれなくない食べれなくない <laughs> ピカチュウあわかりますもうあーってなる <laughs> デビューしたら差し入れとか食いすぎて太るタイプの絶対もうなんか前、目の前にあったら食べちゃうんですよ何でも <laughs> ずっと笑ってるのはすごくいいと思うあありがとうございますバナナ味えバナナ味なの初めて知った 普通味かと思ってた。<laughs> ピカチュウドーナツなんてあるの知らんかった。なんか、最近新しく、新しくレアのかな見たこともない。黄色いの黄色い。なんか、ピカチュウ。本当にピカチュウめっちゃ可愛い体重公開してる子結構いるよ。37とか。えー、すごい。めっちゃ細い。 作ってる作る人によって顔が全然えじゃあさね可愛い,いやつがいい <laughs> こんばんはこんばんはギフといえばフルーツ大福フルーツ大福めっちゃ美味しい本当に美味しい本当に美味しい本当に美味しい <laughs> もうわーってなるもんボールのもあるんだってモンスターボールかなえなんか全部食べてみたい あー美味しそうめっちゃ頭からピカチュウどんなえー、どこから食べよう頭からかな頭食べやすそうなところから普通味ってどんな味 <laughs> <laughs> 普通の普通の味なんか <laughs> 普通味なんだろう劇場公演だったらケータリングご飯が出るからね すごご飯1500人えすごいご、えー、すごい,いっぱい来てるありがとうございますこんばんはこんばんは <laughs> マスカット大福あ今巨峰は食べたことある巨峰が食べたことあってえっとあとは何食べたことあるかあーとみかんのやつも食べたことある <laughs> フルーツ大福調べてきたけどめっちゃおいしそうめっちゃおいしいです今度食べてみてください <laughs> 普通はプレーンかなあプレーンプレーン <laughs> ピカチュウ買いに行ったらなくて仕方なくボール買ってきたえっ、ー、やっぱりないのかなかわいいから売れちゃうよね <laughs> こんばんはこんばんはご飯ご飯まだですまだね食べてない <laughs> フルーツ大福おいしいよねおいしいめっちゃおいしいです電気袋食べたら誰してえっ <laughs> でも可愛いあえ知ってるフルーツ大福のあたりなんかウインクウインクだったっけウインクしてたらのやつかな <laughs> でも一回も当たったことない <laughs> 新たなギフ面としてんギフ面としてピカチュウいつも売り切れみたいやっぱりか朝から買いに行かないと食べられないのかなうん食べるとピカチュウ泣くのかなえ <laughs> 絶対泣いちゃう <laughs> 配もぐもぐ配信もぐもぐ配信食べる食べるのかなフルーツ大福当たったことあるえすごいフルーツ大福当たったえすごいめっちゃすごい <laughs> えあ一緒当たったことないですよね <laughs> 明日土曜日からだから行くしか行くしかない しかないなこれはえでもなでもお家からなんか出れないんですよなんかもう寒い最近寒すぎておなんかふ布団から出れなくて <laughs> 投げればええねん投げればええねん <laughs> 投げちゃおう当たるともう一個もらえるの当たるともう一個かもう一個もらえると思います <laughs> えっどうだったんだ 分かんないけどピカピカ <laughs> 岐阜寒そうえめっちゃ寒いですもん。でも上の高山とかと比べたらまだマシかも <laughs> 岐阜は名古屋より寒そうあなんかわかるそれなんか近いけど意外に近いけど岐阜の方が寒そうに思える <laughs> 近所に水スドがないえそれな 近所にミスドがないああるかなあっわかんないないかあっあったっけないか,ああったっけないかちょっと遠くまで行かないとないピンクの服似合ってるねありがとうございますこれお気に入りの服です <laughs> 確かに寒そうだなもう本当に寒いです朝朝が寒すぎてもう寒い寒すぎて もう学校行くの本当に本当に寒い <laughs> もうマフラーしてマフラーしてもうジャージ着て家族着てもういっぱい着て制服着て <laughs> でも本ほんとに真冬雪とか降ってる時はもう下にもジャージ履いてもう足出さずに学校行きますほんとに寒いフフ <laughs> 好きな色、好きな色ピンク、ピンクとかピンクとかうーん、ピンク。あと何が好きだろう。ピンクとかが好きです。<laughs> 寒くてホップもっくりなのともう、ここ、この辺が赤くなる。<laughs> 冬ってマラソンやらされないやらされます、もう、ほんとに嫌だ。もう、何キロ二2キロ 2キロ走らないといけなくてほんとに疲れる <laughs> 体操服で行くのえっと体操服を下に着てジャージーをその上から着て制服着てきます <laughs> 雪の下凍ってるとことこけそうにならないえ滑ってくんですけどあの雪降ったらこけ <laughs> ますめっちゃめっちゃこけますよほんとに。 <laughs> ヒートテックは着るヒートテック着ます毎日着てってる今とか今も着てる <laughs> あ落ちた <laughs> 黄緑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 ,黄緑マジか運動神経なさそうだよね運動神経めっちゃ悪い <laughs> 走るのが本当に苦手。ハニワスタイル。ハニワスタイル。先生に怒られる。ハニワなんちゃらって。<laughs> 滑って遠くはすごい。なんか、<laughs> 歩いて、歩きなので、学校が。ちょっと、ちょっと遠めの、ちょっと近めみたいな。<laughs> 体操ズボンにスカートあそうなんですよ体操ズボンにスカート履いてます <laughs> もうスカート長いんですよもう膝の膝の下じゃないとダメみたいなでも本当に長い <laughs> ギフ岐阜そんなに寒いの寒いあでもうーん寒い <laughs> 寝るとき春回路とか使うもうめっちゃ着て寝ますもうとりあえず <laughs> えなんか学校にカイロ持ってって夜までなんかたまにあったかいときはなんか布団のなんか敷いてあるところの間に挟んで寝たりしてます。<laughs> 運動できそうには見えないね。やっぱり <laughs> みんなに言われるんですよ。あでも今日体育の体育の時間バレー今バレーやってるんですけどあのボーンって。 ややるるつができるようになりました <laughs> めっちゃ嬉しかった中学生っぽいね中学生中学生だから <laughs> え雪降っても学校あるのありますよ普通にもう全然ありますなんか本当にやだ <laughs> 服装チェックで怒られないようにねあの,あのなんか腕章腕章つけじゃなくて今日怒られた <laughs> 長すぎて、昔のヤンキー見たくなってたり昔のヤンキー, <laughs> ヤンキーえ、でもすごういう子めっちゃ長すぎて昔の人みたいな子はいるけど私はそうやってしない <laughs> サーブサーブ分かんないけどなんかあのほんとめっちゃ遠くてなんか線からここからじゃないとダメみたいな <laughs> やつでボールピュっててプーってやって。 <laughs> もうね難しかっためっちゃめっちゃ練習してもうねここ,ここのとこがめっちゃ痛かった <laughs> いつか体育の通知を見てみたいもうやばいもうもうねやばいんですよ長距離の長距離の時になるともう <laughs> やばいんですよもうやばい <laughs> 毛糸のの <laughs> 履いてみたいあるあるないか履いてみたい <laughs> んお姉ちゃんも背どっちだ高い低いお姉ちゃんは背高い高いですお姉ちゃんは <laughs> 生き返りスカート5回ぐらいおるやろえっとうーんと朝はおらずに履いて 帰りは一回、一回折って膝、膝ぐらいにしてます。<laughs> ダンスは大丈夫。えっと、ダンスの授業の時は普通に、普通でした、めっちゃ。<laughs> やるんか、か愛やるんですよ。一 <laughs> 回、一回しか折らないけどね。<laughs> まだ身長伸びてる。 ちょっと伸びてますますだでもあんまりなんか前はなんかいあの一学期ごとみたいなのに4センチぐらい伸びてたんですけど今は発育測定の時に1センチ一1センチとかしか伸びてない <laughs> 体育館寒いよねめっちゃ寒いですもう本当に <laughs> どんぐらいだろうもうねぶわってなる <laughs> 体育館にんストーブ体育館に何も何にもないですもう寒い何にもないあったかくなるものが何にもなくてなんか前本当に寒い時は前に2個ぐらいしかストーブ置いてくれないんですよ本当に寒いです <laughs> もうとりあえずめっちゃ着るしかなくてママは ママはあ間違えたママは背高いのママめっちゃ背高いんですよ168とかありますママは <laughs> めっちゃ高い上のジャーあ間違えたズボンにスカートの子があのショールームしない奇跡もう奇跡なんですよ <laughs> あのあの服あんまり着ないお出かけ本当にお出かけとかの時しか着ない <laughs> 上のジャージを座って 膝まで伸ばししたりしてえもうねうんもう寒い時はもう折ったりしない寒いので <laughs> カイロ張りまくるしかもうね雪降ったらもうカイロめっちゃ貼ります <laughs> ママ背高いな来年あったら一気に 20cm ぐらい伸びるかもねいやーもうもうね嫌なんです大きくなりたくない <laughs> ママが大きいなら文部長も大きくなるかなでもなりたくないんですよ <laughs>。かわいい。ありがとうございます。現面はバには重力と戦ってる子もいるのに4センチ伸びるとか若いってすごいですね。えー、<laughs> でも中1とかの時ですよ <laughs>。お父さんに、お母さんにです。ママに似てます。また配信。 見たいしフォローしてくね。ありがとうございます。身長大きくなると可愛い,い服探すのが大変だから。あわかります、それ。<laughs> 雪も、あ、間違った。岐阜も雪いっぱい降る。降ります。えー、っと、うん。でも、あんまりこっちは降らないかな。わかんない。<laughs> これは百五十四センチが好きだよ。百五十四センチだ。やったー。<laughs> 釣ってください。釣ってください。ん？<laughs> 身長伸びないと体重だけ増えてく。ああ、そっか。大変だ。<laughs> まさか服キッズじゃないよね。え、どうなんだ？だこれは。 普通普通サイズ普通サイズ <laughs> でもこれ本当はなんか丈が短い丈が短いやつなんですけどなんか私が切るとめっちゃ長い <laughs> 長いんですよなんか全然初見ですありがとうございます見た目はひよこなさ中身はうさぎゆきぴょんですあ,こんありがとうございます 今日の前髪何点今日何にもしてない前髪 <laughs> どんぐらいなんだろうえー、っとまあうーん70点ぐらい <laughs> 私服でスカートは履く方なんか私服をあんまり着ないんですよほんとずっとジャージジャージで見てます新潟のメンバーにいるからきつく着てる子えー、かわいい <laughs> 中身見せて下を見たいなあっあ中もな間違えた全身見せ全身下体操ズボン <laughs> 下体操ズボンなんですよ <laughs> お手お,お手お手え見あどこが短いのか <laughs> わかんない初見ですありがとうございます大きいサイズの子供服でもいけるねあ大きいサイズならいけるかもしれない <laughs> 肉球肉球って何だろう <laughs> 手手めっちゃ大きいんですよ。<laughs> 70点ありがとう。かわいいね。ありがとうございます。普段着はジャージですね。ふだんはジャージなんですよ。<laughs> ずっとジャージ。ジャージ着てない部長は想像できない。いやいや <laughs> でも本当にジャージだから <laughs>。 ママとかお姉ちゃんと服仲間で着れないねあそうなんですよ絶対仲間で着れないこの間なんかママのなんかパジャマを貸してもらったらもう下にズルズルんかめっちゃ吸ってて「<laughs> こりゃあかんわ」ってなりました <laughs> お出かけもジャージなのお出かけも遊びに行く時は大体ジャージで。 <laughs> お出かけの時はなんか楽なやつ着てます肉球ないのが残念でもかわいいにゃ肉球って何ですか <laughs> えっ手わかんない <laughs> 1 7 0ンチぐらいになるかもねどうしよう1 7 0ンチになったら <laughs> びっくりしちゃう SK に合格したそのうちジャージ姿のまま 電車爆走すアハハッそんなことしたいおしゃれジャージですかおしゃれジャージ学校のジャージです <laughs> 家ではジャージパーカー安定だわ安定 <laughs> 仲良しいかめっちゃ仲良しです投 <laughs> げ坂のオーディション受けようと思わなかった受けようえっうん受けようと思いませんでした <laughs> ズボンの裾引きずる想像できるえ、本当ですか <laughs> お出かけの時は肩出ししちゃうのかそうなんですようんたまたまあれはたまたま <laughs> パジャマはもこもこパジャマはなんか冬だけど半袖着てるんですよ今 <laughs> あの半袖のなんかなん,なんて書いてあるんだろう I なんかアイラブなんかみたいな書いてあるなんか T シャツにあのジャージ下にジャージ着て寝てます <laughs> 友達もみんなジャージなの友達あの一番仲いい子もジャージ着てますだから <laughs> だから一緒に遊ぶ時はジャージで遊びますでも名古屋とかその子とよく行く時はちゃんと私服で行きます <laughs> 見てくれ 154cm あ見てくれて 1 5 4センチをキープキープキープ。ープープ <laughs> 犬や猫の手のピンクの色のところがにくえー、<laughs> あっ、なるほど。あれあれか。ギ <laughs> フだったりして。ギフだったりして。あいラブなんとか。ああ。あれなんて書いてあったっけなんか。なんて書いたのと ななんちゃらみたいな「アイラブギフ」<laughs> って書いた T シャツ着てほしいあったら絶対着ます <laughs> 冬の半袖は強いなんか寝る時半袖じゃないとなんか嫌で <laughs> <laughs> よそ行きは違うんだよそうんなんかまあその辺遊ぶぐらいはジャージでいいかなみたいなアイラブ何か なんか謎謎だっためっちゃ <laughs> 157くらいまでがアイドル理想えー、じゃあもう伸びないようにしようアイラブーンめっちゃ面白いブーンブーンイスケ二28歳のメンバー いつもジャージやからそれでもいいイエーイ2歳めっちゃ大人だすごいジャ,ジャージってめっちゃもう楽だから本当におすすめ本当におすすめ <laughs> なんで SK 受けようと思ったのか気になる子だねうん,うん,なんえうん <laughs> なんでなんだ アイドルに興味があったらうんアイドルに興味があったからなんか SKE 岐阜から近いじゃないですかで調べてたらたまたま出てきてでママと相談して決めて <laughs> コンビニジャージで行くコンビニはコンビニはジャージで行きます <laughs> 今化粧してるのしてないです身長伸びないようにするにはおやつ禁止だなおやつ禁止なんて無理 <laughs> アイドルになってレッスン始まったらジャージの数足りなくなるかもよそうか <laughs> ジャージ買わなきゃ <laughs> 牛乳は飲みますか牛乳は学校の牛乳を飲みます <laughs> ジャージ持ってないジャージ持ってないジャージえー、何着てるんですかマ <laughs> ーと一緒に決めたのならば大丈夫だ大丈夫だ現術出身のメンバーは知らないんだえっとなんルカさんなんか教えてもらいましたすっぴんでその美しさか えうは、<laughs> 学校学校帰りなんですよ今あ学校帰りじゃないか学校から帰ってきて急いだ <laughs> 給食なん給食なんなん,んアイドルってどんなイメージえもう可愛い服着てもうかっこよくてかっこよく踊って歌ってるイメージ <laughs> してなくてこんだけ可愛いのは素晴らしい。 イェーイ <laughs> 大丈夫大丈夫欲しいってみんながプレゼントで送ってくれるよマジか <laughs> めっちゃいいじゃないですか眉毛はいじってるもうやばいですよ全然いじってない <laughs> 牛乳は好きですかお盛りですか特盛ですか牛乳は嫌いです <laughs> できれば飲みたくないこんばんはやっと配信見れたこんばんはありがとうございます見てくれてありがとうございます、まあ こう化粧しないもんね。学校なんか怒,れ怒られちゃうから。<laughs> ママもお姉ちゃんも綺麗。お姉ちゃんも綺麗そうだね。うん、ママとお姉ちゃんなんか似似とる。でも似てます。<laughs> メイクは誰かに教わってるの？うん。なんか友達がメイクしてるのを見たりして忘ってるんだ。みたいな。で <laughs> 覚えてる？ ジャ,ジ,ジャージを求めるアイドルジャージを求めるアイドルもう楽な服装が本当に好きなんですあ、牛丼牛丼かあ、あ <laughs> はあ、待って、絶対だーごめんなさい、牛丼は牛丼はあんまり好きなんかお肉があんまり好きじゃないんですようんあの、牛丼だったら牛お肉がない牛丼の汁のご飯が好きなんですよ <laughs> 変わってますよね <laughs> 他の候補者候補生を見てたけど66番ちゃんが好みかもありがとうございます嬉しいですめっちゃ嬉しいです可愛いねありがとうございます <laughs> 好きな飲み物はえっとアクエリアスアクエリアスが好きです <laughs> お姉ちゃんオーディション受けてないのお姉ちゃんはもうなんかお姉ちゃんはもう なんかもうずっと遊んでて本当なんかそういうのはいいやーみたいな<笑>,笑わないお姉ちゃんかお姉ちゃんはうんあんまり笑わない面白い面白ければ笑うけどなんかこんなに笑ってない <laughs> なんかうん <laughs> ジャージアイドル応援しますありがとうございます <laughs> 玉ねぎと汁だけあ、玉ねぎと汁だけがめっちゃ美味しいんですよ <laughs> うなぎのタレ付きご飯ご飯みたいな <laughs> うなぎのタレのご飯もめっちゃ美味しいですよね <laughs> 名前ジャージちゃんにすればジャージちゃんジャージちゃん可愛いなんでも可愛い,い今日も来たありがとうございますありがとうございますずっと遊んでて <laughs> ずっと遊んでてなんだろう <laughs> ス,スポーツドリンク好きって珍しいえめっちゃ美味しいじゃないですかずっとさっきも飲みました <laughs> ジャージ基本かジャージが基本です<笑>,笑顔がいいありがとうございます <laughs> お姉ちゃんヤンキーうーんお姉ちゃんはヤンキーかな頭良かっためっちゃ頭良くて 何か全然違うんんですよなんかあんまり勉強してないのにテストの点いつもよくてうんらやましい頭いいの <laughs> 牛丼牛肉抜きあのちょっと食べるんですよ肉は <laughs> でもあま,あまり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 牛丼屋さんの肉抜きって注文抜けんかそれもったいないよねでも <laughs> だから でもご飯だけのほうが好きかも偶然さっきスポーツリンク飲んでたよあー一緒だ <laughs> イい。イ SK 本物見たことある本物見たことないです見てみたい絶対かっこいいですよね <laughs> 今日はお絵かきしないのんお絵かきしたい <laughs> 今回19、20歳ぐらいの講あだから、勝ったら同期にもお姉ちゃんができる。え <laughs> 年上の人ってなんかすごいかっこいい。なんか本当にみんなかっこよかった。あの、2次審査の時。めっちゃ本当にかっこよかったです。えへへ。イエーイイエーイダンス経験あるのないです。うーん、ないんです。えへへ。紅生姜。 をか紅しょうが食べれない辛いなんか辛いじゃないですか <laughs> はあ星星だ <laughs> 二次審査行ったの二次審査行きました SK の映画見た見てない <laughs> えなんかあったんか あったかもしれない。14歳に見えないめっちゃ大人っぽい大人っぽいイエーイ嬉しい本当に実物めっちゃ子供子供ってよく言われるんですよなんか <laughs> だからめっちゃ大人っぽいって言われると嬉しい <laughs> 他に食べれないものあるコーンコーンが嫌いなんですようわ <laughs> ハンバーガーも肉以外の ハンバーガーえっとなんかんケチャップが食べれなくてハンバーガーってなんかケチャップが入ってるじゃないですかだからハンバーガー食べないえっとポテト食べます <laughs> ポテトとか食べてますサンタさんは信じてますかなんか最近まで信じてたんですけどプレゼントが来なくなっちゃってからもう嫌2 <laughs> 次審査何したの2次審査 え、なんかおしゃ,しゃべったしゃべったのかしゃべりましたなんか大人大人の人がいてなんかしゃべりました <laughs> 歌はうまい方歌なんか歌い方がなんか変なんですよ <laughs> 初見ですありがとうございますマヨネーズはマヨネーズは食べれます <laughs> 髪の毛染めてますか なんか中1ぐらいの子かな一回なんか友達とふざけて染めてからなんかめっちゃ色いるんですよ髪の毛がなんでか知らないけどコーントウモロコシトウモロコシトウモロコシが食べれないんですよコーン苦手とか珍しい珍しいですよねいつまで信じての中1まで信じてました <laughs> プレゼント来なくなるとかサンタクロースさうん 何だろう、ひどすぎうんりゅうのひげひげうひげえわかんないどんな顔もう緊張しすぎて何も覚えてないんですよ <laughs>。もう全然喋らなくてでもみんなほんとになんかかっこよくてもう伝えてることがほんとにすごくてもうダメだって思ってたら。 すごい何審査受かってびっくりしました本当にケ <laughs> チャップ苦手だとオムライスどうするオムライスも食べれないんですよ、うん、食べたいんか食べたいんですよめっちゃでも食べなんかあーってなるんですよケ <laughs> チャップ嫌いならトマトも嫌いならトマトも嫌いです、うん コーン嫌いな子ってコーンスープあコーンスープとかは、まあ、大丈夫です美味しいめっちゃ美味しい <laughs> あ、でも <coughs> コーンコーンがなんか入ってるやつとかあるじゃないですか自販機のあれは食べられないあれは飲めないんですよ <laughs> コーンコーンオーディション受けたきっかけあるなんですか えもともとアイドルが好き,だ好きで,で岐阜県から近い SKE48 さんを見てたら調べてたらオーディションが出てきてで「をしてみました <laughs> 好き嫌いないと思ってた好き嫌いないめっちゃありますよ給食もなんかよく残します あ残すっていうか減らすなんか嫌いなもの多いもんで <laughs> トマト自分もトマト嫌い同じなんか噛んだ時にわーってなるのが無理なんです味がつぶフりはいかんつぶアりはいかんのです <laughs> ポップコーンはうーんあのキャラメルポップコーンはあんまり好きじゃないけどなんだろう塩塩のやつは食べれます かわいいから、ね、24かったのね分かんないほんとにほんとに奇跡もう何かの間違いかと思ったほんとにほんとに間違いだと思いましたもんも周りにあのうほんとにすごかったすごいこうかっこいい人ばっかりですごかったですハンバーガー屋さんでもケチャップ抜、ね、切ってちゃうんだけどええー えー、今度してみようかな <laughs> 牛乳抜コーンをつコーンセーブ丸 <laughs> そうなんですよへ <laughs>、えー、なんか変休ケーキの中で一番可愛いいと思うないない絶対ないそれはないです <laughs> みんなもめっちゃ可愛い本当にめっちゃ可愛かったです本当に <laughs> クリームシチューとかにもたまにコーン入ってもう学校 ででもシチューーに入ってるんですよコーンがだからもう自分のところにシチューが来た瞬間もう急いでコーンだけをめっちゃ取り出して仕分けします <laughs> 仕分けしてこれは友達にあげてますコーンだけ <laughs> 粒入りがダメってことは粒あんもダメかなうん粒あんなんか粒粒が無理なんですよなんか食感が本当に 無理でこんばんはこんばんはかわ <laughs> いいわ最強かわいいわ最強 <laughs> 絶対ないです一番かわいいなって絶対ない <laughs> 絶対ないほんとに初めましてかわいいですねありがとうございます初めましてグリーンピースは大丈夫 グリーンペースも絶対食べれない。無理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 。<laughs> ごま？ごまはごまは食べれる。なんかあんまり大きいちっちゃいのは食べれるんですよ。なんかシチューの中にコーンがこんなにも <laughs> コーンがこんなにも入ってた。<laughs> めっちゃ面白い。<laughs> もう文部長休憩の押しに ありがとうございます <laughs> 頑張ります本当に頑張ります <laughs> タピオカも無理かもねタピオカタピオカタピオカジュースの中に入ってるやつかなあれはあれ食べられますよ <laughs> あの黒い方は無理だけどあのなんて言えばいいんだろうカラフルなタピオカってあるじゃないですかあれは食べれます 美味しいしあれはおいしいあウトとウトウフあんはぶあんぶあんはぶあんぶあんは多分食べれるかな食べれると思う <laughs> 嫌いなもの多い方が食料ポの仕事たくさん来るよええー、<laughs> どうしよう嫌いなものだったらどうしよう アサは毎日感動するわ <laughs> ありがとうございます感動してくださいコーンは中村ゆずり先輩あげてください <laughs> コーンあげなきゃコーンが出てコーン <laughs> コーンが出てコーン <laughs> でで,で,できそうコーンは絶対 <laughs> 岐阜県ってタピオカの名産地なんだよねええ初めて知りました本当 <laughs> に本当に本当に岐阜麺が減っちゃったから岐阜麺減っちゃったからぜひ合格してほしい頑張ります <laughs> コーンとブーンって似てるよねあ似てるね似てますね <laughs> 似てるめっちゃ 痛てててて足が痛い足が痛い昆布町昆布町昆布町って <laughs> めっちゃ <laughs> やだ昆布町ってなんかやだ <laughs> コン部長。<laughs> 待って待って待って。<laughs> 待ってコン部長ってめっちゃ面白い。<laughs> <laughs> あ面白いめっちゃ面白かった。今日一番面白かったかもしれん <laughs> 立ち上がるが立ち上がるはいったん <laughs> どういう方 <laughs> どういう方うちをコーンコーン <laughs> ピンクピンクにやってるかわい,いありがとうございます <laughs> <笑><笑> <coughs> <coughs> 視力はいい方かなでもめっちゃ悪いんですよ。 暗いとことか本当に見えなくて。白く白くなんか見。見どっちだったっけ。B と B と C, C と D か。なんか。本当に悪いんですよ。なのに席が一番後ろで。まあ一番後ろは嬉しいんですけど、ずっと一番前だったから。一番後ろになると嬉しいけど。ここはが見えなくて。今困ってます。<laughs> みんな喉が痛いんだから、笑しちゃだめ。 絶対無理、<laughs> 絶対無理だ。もうね、笑ったら治る気がしてきた。喉が痛いの。治る、治る。<laughs> 治っちゃう明日学校にいた。とっ,っていた。<laughs> え、明日学校にいたらみんな言う。 って言っていたのに。公務長がこん公務長がこういますよ。<laughs> コンタクトが必要。コンタクトが必要かも。でもコンタクトとかマジで無理なんですよ。入れない目にね<ー>。メガネ持ってません。メガネ絶対に合うの？うん<ー>、弾 <laughs> きルーペ弾きルーペ <laughs> なんか？ え CM のやつですかねわ <laughs> かんない大変まあ3畳 <laughs> あ危な <laughs> こんばんはこんばんは夕飯の時間になりましたあご5分ですかまた <laughs> メロンパン好きですかうーんメロンパンは普通に好きです <laughs> でもあんまりパンはパンは食パンが好きなんですよ なんか食パンにあの薄いなんかさなんかさなんかさ,んかさ,んかさあのサンドイッチ用サンドイッチ用のパンあるじゃないですかなんか薄いあれにあれに <laughs> あのなんかチョコのギュって絞るとチョコが出るなんか跡があるんですけどそれがパンはね一番好きなんですよ新幹線こないだ新幹線に その、サンドイッチのさこの、んなでっかいパンとあの、チョコのやつ持って食べてましたやば <laughs> いめっちゃ恥ずかしかったあれ <laughs> コンタクト最初怖いけど大丈夫絶対怖いもんね目にね入れるなんてめっちゃ怖い <laughs> 双眼鏡を使ってみたら黒板見えるんじゃないかい黒板双眼鏡あこうこうやつ <laughs> わかんないえでも 隣の子が見せてくれますなんか <laughs> 今日の夜ご飯はグラタングラタン美味しそうグラタンって美味しいですよねでも熱そう熱そう <laughs> 耳がないやつ耳がないやつですあのなんか白いとこだけみたいな <laughs> はずきループの CM 出たらすごいえ え <laughs>、ね、やだ <laughs> すごい人気だ絵の具忘れなかったあそう絵の具忘れたんですよ結局 <laughs> 結局忘れちゃって絵の具最悪でしたもうさ今もさまだ消えてないんですよほら頑張ってお風呂であんまこすらないようにして、うん、<laughs> なのに忘れたんですよ絵の具もうどうしようもうめっちゃ悲しかった 今日朝朝気づいたんですよみんななんか絵の具持ってきたみたいな感じで言っててああ忘れたって思って悲しかっためっちゃ <laughs> あんそれはもうランチパックやんランチパックやんうそ <laughs> 込みハンバーグめっちゃ好き煮込みハンバーグ5円 <laughs> 玉の穴から見ればここは見えるよ見えるんですか本当に <laughs> に書いた意味もう,そうなんですよ、うん、書いたの忘れるとか天才めっちゃ悲しかった怒られました何で忘れたのってめっちゃ悲しかった忘れたの忘れました忘れたんかい忘れたんかいもうもう自分もパンチしても顔パンパンって <laughs> マジかマジだ忘れたんかい忘れました え忘れたの忘れましたフルーツパフェとチョコレートパフェどっちが好きフルーツパフェフルーツ大好き <laughs> そんなことあるそんなことあるんでしょちゃんとあれから絵の,の具をカバンの上に置いといたんですよなのにあのだけどあのカバンを今日朝カバンの中にあの教科書とか入れようとしてて ででの具を横に置いたんですよそしたらそのまま忘れちゃって全然気づかなかった <laughs> s k 書いた意味書いた意味です本当にもう <laughs> s k 入ったら先輩にそうそう生まれる <laughs> 次から忘れないようにケツの中に入れとこうどういうことや <laughs> 今度は 絵の具持って風呂入り本当にずっと持ってないと忘れちゃう初見ですありがとうございます投げキッス投げキッスあ <laughs> クラスで1人だけ4人5人ぐらいいましただから本当によかった1人だったらどうしようって思ったらいたんですよ同じ人が <laughs> 嬉しかっためっちゃ嬉しかった本当に嬉しかったですよいつも1人だけの時が多くてもう本当に嬉しかった今日はもう。 それが一番嬉しかったかも <laughs> 今日怒られたのはそれかそうです <laughs> あでもそれ以外もなんかなんか先生怒っててみんなにだけどなんか一人で笑ってたら一人で笑ってて怒られることが一番多いんです何笑ってるんやみたいな悲しかった <laughs> 顔に書いてがここに「えー、のぐ」って <laughs> やばい消えなかったよどうしよう もう玄関に置いとくしか玄関に置いとくしかない <laughs> そこまでして忘れるとかもう本当に <laughs> 本当にどうしようやばいカバンの中に入れとけばあそっかカバンの中に入れとけばよかったんだなんで上に置いたんだろう <laughs> 上に置いといて忘れないって <laughs> 忘れないって思ってたんですよ <laughs> 私も昨日待ち母ちゃんのこうする卒業声見えて何の小シャス忘れてないと忘れちゃったのやわ <laughs> 靴の上に置いとくとか靴の上あ,あ <laughs> それいいかもワニがワニだワニがワニになったらめっちゃ怖い真ん中に落ちたら食べられちゃう <laughs> おちょっと今日はほんとにちょっともうおばかちんだと思った机に置きっぱなしにせんのは偉い <laughs> そうなんですよちゃんとカバンに置いたのになんか横に帰ってきたらちゃんと置いてありました <laughs> 66番ちゃん可愛いありがとうございます怒られてるときに笑ってたら怒られる ね、なんかじゃ笑ってるつもりないんですよ本当ははんか<笑>,笑ってるつもりないのに、まあ、な,んかな,んなんで笑っとるんやみたいなじゃ笑ってない本当に笑う笑おうとしてないのに笑ってるみたいに言われてめっちゃもうそれはさどうしようもできんからさどうしようと思って,て <laughs> まあまあまあ大丈夫さ <laughs> 先生に「許してなん」て言えば許してくれるはず えっあの私の先生女の先生なんですよだからなんかめっちゃ厳しいめっちゃ厳しいんですよもうねそんなこと言ったらもう「何を言ってるんや」って言われちゃう「<laughs> 怒られると笑う子」<laughs> 怒なんかねどう,いう怒られてる時どういう顔したらいいか分かんなくないですかなんか、うん、真剣な真剣なんか <laughs> 可愛い,いからお若者の皆さんありがとうございます。うんんん。んん口開けてると笑ってる、笑ってえマジか。うん、口閉じなきゃ。アイドルに向いてるね。本当ですか。<laughs> 嬉しいです。気づいたら笑ってるね。気づいたら笑ってるんですよ。なんか、うん、口閉じなきゃ。 女の。先生の逆効果だった。逆効果。<laughs> もうね、めっちゃ、なんか <laughs>。女、女に対して厳しい。そう、めっちゃ差別ですよ、本当。<laughs> じゃ、笑ってないですって言ったことあるんですけど、もう笑ってるでしょうみたいな。もうん、うーんってやられます。<laughs> こんばんは、あ、こん、あ。うん、めっちゃ。 仕事長引いてくれたあいつも見てくれてありがとうございます <laughs> こんばんはこの子を受け入れてくれるメンバーはいるいるのかな目を見て眉毛を鉢のり <laughs> めっちゃ怖いじゃん女の先生だったら長いなんか「ラーってよく言われます <laughs> SK の大 にらめっこあっあ今日なんか <laughs> 無意識なんか変顔してなんか一人で授業中変顔してたんですよ。<laughs> そしたら<笑><笑>そしたらなんか見てて誰かなんか見ててめっちゃ恥ずかしい思いしたんですよ。 女の先生は怖い女の先生怖いめっちゃ怖いですもう怒ら,れ怒られている時は先生が本当と雪目の服だと思うと思うとうね鬼にしか見えませんよもう <laughs> でも雪目の服っ思ったらにやにやけるめっちゃにやけちゃう真顔でいればいいよって真顔無理真顔真顔無理なんですよ

見てると楽しいね見てありがとうございます今日も怒られた今日も怒られました <laughs> ちょっと笑わせないでくださいってあ、待ってそれめっちゃいい今度行ってみよう <laughs> 今度行ってみます女は怖い女は怖いですよ初めて女の先生になってもうびっくりしためっちゃ怖い <laughs> 変顔なんでやねんん <laughs> なんでやねん ななぜ変顔した <laughs> なんか白目を白目白目なんかやってみたくて白目が <laughs> 白目白目がしたくてなんかずっと変顔してたら <laughs> 見られって言って恥ずかしかった口元 <laughs> で勝手にここがキュッてなっちゃうんです <laughs> もっと怒られないかなその顔え嘘 <laughs> もう四千人超えてる分ああやった四千 <laughs> すごいありがとうございます一番いいの顔はずっとなんか目を見なさいって言われるんですよ目を見て話を聞けないのかって言われます <laughs> これ見てるかもよ先生 えどうしよう見てたらどうしよう私じゃありませんって言わなきゃ <laughs> そっかそっかそっか <laughs> 怒る前にちゃんと何が悪いか教えてくださいと言えばいいようんうん <laughs> までねえいや絶対嫌な <laughs> もうねほんとにあらもうみんながびっくりしてたもんえそんな顔するのみたいな 言われてめっちゃ恥ずかしい思いした <laughs> かわいすぎだ <laughs> えーありがとうございます写真と全然違うやんいい意味でえ全然 <laughs> 全然違う授業中に白目向いてるのか白目向いてました今日は <laughs> なんかたまにさたまにさ白目したくなるやん <laughs> 白目したくなるやん <laughs> 私じゃありません 私ありません。シューメントよりめの練習しようで、わねったりやばいんですよちょっと待って練習しとこう <laughs> 先生見てたら怖い見てたら本当に怖い <laughs> えどでもでも絶対分かんないと思います <laughs> 絶対分かんないと思うでも学校でもこんな感じだから分かっちゃうかな うん、白目ねえみんな期待してないしてない <laughs> まずは白目で怒られるのママに対してみようか <laughs> えっ、うん、のママなんかそういうのめっちゃなんかうんーって感じ <laughs> あんまりあんまり笑わないママスクショスクショしないで絶対 白目やらないもう絶対恥ずかしいよ目の後輩が見てるかもしれない嫌 <laughs> やだ絶対やだもうね白目でもなんか白目しながらブーン <laughs> あう <laughs> <あ>んあうん何もだ <laughs> 合格してから先生に見られるんやで <laughs> 合格してから合格頑張らなきゃ好きなメンバーは須田あかりさんです <laughs> めっちゃかっこいい白目ブーン白目ブーン <laughs> 白目してたら寝てるとも分からんね白目してたら寝てても分かんないかなでもここが白くなるうーん <laughs> 白目するとフォロフェイルよ <laughs> ねえ <laughs> まぶたの上に目描いていったら <laughs> めっちゃやばくないですかまぶ, <laughs> まぶたの上に目描いたらめっちゃ面白いアカリーさん以外に知ってるメンバーえま。待って ついジュリーナさんとえおおターゆなさんああの子めっちゃかわいいです <laughs> ピスタチオって芸人知ってるんわかんないあれわかるかなあのあれわかんない <laughs> 明日はエプロンで料理配信してええー、<laughs> 絶対できない <laughs> 料理配信 料理あんまりできないさふ <laughs> んなら全力でやるよ。<laughs> えもうテレビとか見てるとすごいすごいなんかあのなんか水のこここっちから入れてるのに水こっちから出てくるやつあれめっちゃすごいと思いました <laughs> 部長の夜ご飯何？んうんとわかんない今日はわかんない <laughs> 何だろう楽しみご飯から 変な顔で、ね、固まっていて笑った。えー、<笑>,笑った。<laughs> イェイ。あ、ご飯だと。イェイ。イェイ。イェイ。ダース。今日ロンハーデル九時から。九時から。み、見てみよう。<laughs> 今日はチェンズハンバーグ。でしたよ。 めっちゃ美味しそうチーズハム上にさ乗ってるやつ美味しそう50最終審査その鼻うがいです <laughs> はあれめっちゃここがさ痛そうすごい <laughs> やばくないそれ <laughs> 部長には生徒派アイドルになってほしい <laughs> 頑張ります <laughs> 今日は楽しいことありましたか。今日はありました。楽しいこと。<laughs> え、何が、なん、なんか、た、なんか楽しいことが多すぎて、全然わかんない。た、全部が楽しいんですよ。<laughs> 好きなテレビ番組ある。テレビあんまり見ない。今、あ。え、ドラマは見てる。<laughs> 今日楽しいこと。うん。 なんだろう。今日楽しいこと。やりすぎてわかんない本当に。思い出したいのに思い出せない。だう,うーん？はっんあ, <laughs> あ。今日はバレエがバレエが楽しかった。<laughs> 好きな手。 イカ今食べてますかが、か別にいかがいかいかがいかいかが <laughs> 全部が楽しいとか最高じゃん全部が楽しいとか全部 <laughs> 全部が楽しい最高でも怒られてるときは楽しくないか怒られてるときは楽しくない <laughs> 自分はあ 昨日だったっけそれうんそれはねあのママが見てます <laughs> 怒ってる先生が一番楽しい説もうね絶対そうだよ <laughs> <laughs> 絶対そうだ部長いかがいか,いかが好きやな一番好き <laughs> 一番好きなんですよ 褒めたら伸びる子ん褒めたら伸びる <laughs> 今日学校で怒,りました怒られました怒られました読めないんかなんだったっけなんちゃら竜星群なんだったっけわかんない <laughs> えなんちゃら竜星群はじ <laughs> めましてはじめまして <laughs> ちょは怒ることってあるえ怒んない怒んないと思います全然何に怒ったんだ最近何に怒ったっけあんまり怒んないえなんかなんで怒るんだろう逆にえわ <laughs> かんない <laughs> あでもうん怒んない <laughs> 怒んないあ怒るか怒るかなうーん 子供が見るドラマじゃないあ、<laughs> 初見ですありがとうございますメイさんありがとうございます <laughs> 子供が見るドラマじゃないあやっぱりそうですよねわかんない見てないママが見てるから <laughs> 先生ともあと数ヶ月だよね先生あそっかえでもなんか最後は悲しいかも先生ああでもうーんって感じ <laughs> ちょっと男子って怒るタイプでじゃんうんなさうんかえ男子になんで男子に怒るんだろう面白い男子めっちゃ <laughs> なんか変 <laughs> 信号が直前で赤になるとかえなんかえめっちゃなんか信号を見てなくてなんかそのまま めっちゃ友達がいなかったら進んでっちゃったりとかめっちゃあるんですよやばいほんとに直さなきゃ <laughs> 性格いいのねいいのかなわかんないでもこんなこうんかほんとにいつもこんな感じなんですよほんとにうんんだろう本当にあんまり話を話あんまり聞かないんですよ友達の。 聞いてるんだけど聞いてるんだけど <laughs> 給食ずっと笑ってそうだもんあ給食ずっと笑ってる <laughs> 給食だから食べるのが一番遅いんですよいっつもなんでだろううん減らしても最後みたいな <laughs> 牛乳 なんか牛乳とか汁飲んでる時に面白いことが起こるとほ、うんとにやばい <laughs> うん、あ部長何疑惑 <laughs> 危ないからちゃんと見て見,見ます今度からなんで見てないんだろう前向いてるのに <laughs> 人見知りはする人見知りはあんまりしないかなするかなえするけどあんまりしない <laughs> 中の担任は失業しても相談に乗ってくるまジかあんまりでもなんか今のなんか若い先生なんですよ意外に二十何歳ので怖いからなんか乗ってくれるかな相談 <laughs> マイペースですねマイペースって言われますよく<笑>,笑ってもご飯粒飛ぶしちゃうかんであはははなんか通しちゃうんですよ <laughs> 毎日楽しい。一人で、一人で。ん一重ですか二重かな二重奥二重 <laughs> 奥二重可かわいい。ありがとうございます。でもさ、ずっと聞いて漢字ほとんど読めてるよね。え、本当ですか全然読めないですよ。テスト、テストの、国語のテストの、あの、 書く,書くとか読むのとことかあの,なの昔の言葉を読むやつとか全然できない <laughs> 昔の言葉とか本当に分かんない <laughs> 毎日が楽しいいん当に。 会いに行くから絶対に買ってよありがとうございます頑張ります <laughs> 古文は伊藤大菓子何なうそれなんだったっけそれわ <laughs> かんないああいいあもう分かんないじゃあ絶対に合格してほしいです頑張りますありがとうございます ありがとうございますダンスの先生はもっと怖いかもでも頑張らないといけないから怖い怖いよね怖い絶対ね優しかったら絶対できないと思う そういえば受験勉強をぼちぼちやってる全然やってない <laughs> やらなきゃやばいショートに合いそうしたことあるない <laughs> なんかないんですよ <laughs> 合格したら先輩メンバーでも同じ 同志世代結構いるね嬉しい <laughs> あ同い年でも先輩かえ明日も配信しますかします明日は土曜日土曜日だよね土曜日だからえ朝からできるのかなん何時からできるんだろう <laughs> 早いんかな早いん明日高校は行くの うん、行きたくないけど行かなきゃいけないよね、うん、年下の先輩年下の先輩絶対へえー、すごい年下の先輩ってすごい土曜日だから学校で忘れ物しないね あ、今日タオル忘れちゃって学校にタオルとか筆箱とかタオルと筆箱忘れちゃったんですうんー最悪 <laughs> 9時から朝の9時からかえみんな起きてるんですか9時って <laughs> まだ起きてないか起きてる分かんない <laughs> なんて読むんだろう鈍感鈍感循環ここは大事何事 我でも聞き流すことが大事,大事聞き流すみたいのに仕事とかなければ頑張ってください仕事頑張ってくださいうん悲しい悲しいこんばんは初見ですありがとうございます見てくれてのんさんありがとうございます土日祝日は9時から8時までえずっとえいっぱいできる <laughs> こんばん,はこんばんはここんばんんんばばははです頑張ってるかさいこん,ばんはありがとうございます部長はも日何時に起きるのうーん8時ぐらいあのなんか起こされるおばあちゃんがおばあちゃんが起こすんですよ <laughs> だけど前の日に11時とかに寝るともう10時10時とかまで寝てます10時とか11時とか <laughs> 常に常に仕事してますすごいです尊敬のまだだし尊敬のまだだし <laughs> 土日はゆっくり寝てる土日はゆっくり寝たほうが絶対いい <laughs> 勉強は大変だけどすることは楽しいよめっちゃいいこと言うす <laughs> ることは楽しいあの分かるとめっちゃ楽しいですよね勉強って <laughs> 9時から仕事ですわ早っ早っめっちゃ早い <laughs> 頑張ってください仕事明日の昼配信昼配信見れないのかツラタン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 だこっちもツラタン明日は好きな握手会に行くよすごい握手会とかすごい楽しんできてください <laughs> 明日仕事だけどタイミングアイはやめるね。ありがとうございます。<laughs> 金曜日に夜更かしするタイプでしょう。金曜日を夜更かしするかなすると思います。や金曜日と土曜日は夜更かしの日。<laughs> YouTube 見てます、ずっと。<laughs> 明日エプロン配信楽しみ。エプロン持ってないんですよ。あの、なんかが。あの、なんか。 部長だったけど、学校のエプロン使ってました <laughs> エプロンはもちになくてあるんかなあるけどあるけどないかあないか休みの日は6時には起きて遊んでる早っめっちゃ早くないですかそれ <laughs> めっちゃ早い6時は早いえ六6時とかもういつも全然起きてない6時にいつも平日でも7時とかに起きるんですよ学校ほんとにむっちゃギリギリに行ってます

部長はえっと仲良くて1年生の時同じクラスだった仲いい子でもうめっちゃもういつも,もすごい支えてくれてもうその子いなかったらもう絶対できてませんでした <laughs> 部長は可愛いですねありがとうございます部長 <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> だろうね、だろうね。<laughs> こんばんは、こんばんは。<laughs> 髪型可愛い,い、二つで縛りました今日。<laughs> ありがとうございます。 熊崎はるかちゃんまっその子知ってるめっちゃかわいいあの子めっちゃかわいいです <laughs> めっちゃかわいい子 <laughs> 休みの日もツインテールなの休みの日は縛らないことが多いです <laughs> もなくお風呂タイムが来る今日は何分でうーん今日は何分だろう <laughs> 5分かな今日は5分な気がする <laughs> 家族仲良さそうめっちゃ仲いいですよ家族 <laughs> この辺よくお出かけします家族でいろ <laughs> んな髪型見たいいろんなか何ができるあんまり長くないからあんまりできない気がするエプロン姿かわいいなうーんなんか給食当番のエプロンがめっちゃ似合うんですよなんか <laughs> 謎にめっちゃ似合うって言われるなんでだろう 呵呵呵。<laughs> 帽子もかぶってると似合いそう。帽子、あ、帽子似合うかも。<laughs> 髪の毛下ろす。下ろす。あとついちゃった。<laughs> こんな感じ。<laughs> 髪の毛下ろすと、なんか。あれ。長い、長くないぶつけた。<laughs> よいしょ。<laughs> シャンプーはお父さんと一緒。シャンプーはお父さんと一緒。ん <laughs> どういうことやどういうこと <laughs> ベレー帽に合いそう。おえ絵描く人みたいな <laughs> 応援します。頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。フ <laughs> フベレー。 がキャスケット絶対にキャスケットあでもオーディションの写真キャスケットかぶったやつを送った気がする <laughs> かわいいありがとうございまあ,ありがとうでも髪の毛下ろしてた方がいいかな明日も明日別の髪型でお願いしますわかりましたどうしよう明日何にしよう,うーん 水分補給してね <laughs> わかりましたこれ終わったら、水分補給します <laughs> 水分マークなんでペプシなんでなんだろう可愛い,いかこれめっちゃ可愛い,い <laughs> なんか意味はないペプシお団子お団子してみますじゃ。 <laughs> 初見ですこんばんはこんばんはありがとうございますキャスケット持ってるんだかわいいよねかわいい <laughs> ポニーテールポニーテールでこだしでこだしはやばいマジで <laughs> ポニーテールいいですねママにお茶って言ったら持ってきてくれる持ってきてくれるあ持ってきてくれない <laughs> たまに持ってきてくれる。お前らの呼び出しくでは5分にチャレンジします。イエーイ。今日よりも悪化してそう。何がだあ、明日なんか声がカスカスになってきた。<laughs> おらしく。サイドポニーサイドポニーって何だろう。ここだけのやつかな。わかんない。そのかの髪型みたい。<laughs> えー、どうしよう <coughs> <coughs> たくさん告げてるからペプシュの配達員かと思った配達員かもしれん <coughs> ないか腕がめっちゃ曲がるんですよ <laughs> なんかえばくないですかなんかめっちゃ曲がる <coughs> <coughs> 喉を大事にねありがとうございますやばいかすかす かすかすだのどあめのどあめえでもスーってするからのどあめあんま食べたことないんですよ <laughs> 食べたい食べ食べなきゃ買ってこよう買ってきてもらわなきゃ <laughs> 玉ねぎを枕元に置いてないとタマネギをくんですかなんか臭くなりそう <laughs> うどんとそば どっち派うどんかなあ、そばもあったかいそばあったかいそば梅のラーメン美味しい梅のアメって美味しいんですか食べたことないんですよ <laughs> 食べてみたい 6000人 ?6000 人え、すごい。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。喉痛いの喉痛いんですよ。もう。なんでだろう。喉が、かすかす。<laughs> でも、うん、風邪ひかないようにね。ありがとうございます。風邪ひかないようにしなきゃ。喉グミ作るでやで。んなんだろそれ。 グミグミの喉飴 <laughs> 毎日楽しみ毎日楽しみ私も楽しみ縫 <laughs> い物飲んでる縫い物アクエリアス飲んでたアクエリアス飲んだらこれ終わったら飲めます <laughs> グミ食べたら喉にいくなんかグミ食べてる時は喉痛くないんでしょ <laughs> なんで 今日はできそうできない全然 <laughs> テストの先生やばいんですよ本当に <laughs> 今水分とっても大丈夫だよないんですよ今明日は持ってこなきゃえへへわけならうるしてなんて読むんだろう読めない <laughs> でもあんまり喉乾いてない <laughs> 飲んできてもいいよ のどいてないですあんまり <laughs> 本当にえー、めっちゃ優しいありがとうございます <laughs> う,んう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 ん大丈夫ですのどいてない <laughs> ど フ痺れたかっこんと今の段階なえかっこんとってなんだろう分かんない急候補者誰か4点取ったことある言ってたえやばい4点4点4点か4点 <laughs> 念のために風邪薬もあっわかりました飲みますこんばんはこんばんはおねむおねむおねむ <laughs> あったかくしてななけねはい僕もおゆっ受診あ同じ嬉しい <laughs> 漢方薬漢方薬漢方薬,漢方薬まずいやつ7雨苦い方が効きまると思う

合格していいよ。え？<laughs> ありがとう。お母さんに買ってきてもらった方がいいよ。多分家にあると思います。<laughs> こんばんは。通りすがりのお主様集めてます。失礼します。あ、はい。<laughs> 失礼します。流角さんのドラムとか。流角さん？ 竜覚さんあ、え、なんかそれ知ってる面白い。なんか面白いやつ。竜覚さんの CM、CM みたいな。ふふ。冬、冬。こんばんは、こんばんは。悩むのか、悩む。かけさんの7さん言える。言えない。あ、言えるなんか、言えなかった気がする。ふふ。スノーあ、ウィンター。ウィンターウィンターか。スノーは雪。惜しい。めっちゃ惜しくないですか <laughs> 惜しい惜しい今日朝寒いやんね朝めっちゃ寒いですもうやばいです <laughs> 朝本当に寒い砂は雪砂は雪だった惜しい惜しい冬に雪降るけどん読めないアウアウトゥアウツマンアウツ わ <laughs> かんない「スノー」は写真だよ「スノー」写真あ写真ですね「スノーの」の <laughs> わらわら手洗いがいしてる多分学校で一番手洗ってるランキング入ると思います <laughs> ずっと洗ってるフフフフ期発表されたねフフフフフアウツマンフフフ スノーとちゃいますのスノーとちゃいますのスノーって聞くとアプリ先に来る同じスノーはアプリアプリだアプリ同じだ <laughs> アウツマンヒーローかなすごいすごい立派な岐阜面になれます <laughs> 岐阜面になりたい <laughs> 先生で風呂から帰ったけど何分だった惜しあと2分あと2分乃木坂嫌い嫌いかなん嫌いかって乃木坂ってめっちゃなんかあんまりわかんないんですよ乃木坂 <laughs> でもめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いですさすが岐阜の子 <laughs> 岐阜の子を手洗いが大事よね大事ですもう 冷でも本当に冷たい水道の水が本当に冷たいです急ぎすぎてシャンプー目と口目に入った時めっちゃ痛いですよねシャンプーまずいしええ12月はねまだ分かんない うん。何だっけ。ノーベンバリッセンバー <laughs> わかんない。SK になるから、ライバルのことも知っておかないとね。<laughs> 慣なれたらいいですね。坂口。し、いっぱい知らなきゃ。<laughs> SK のこともまだいっぱい知らなきゃいけないのに。 いい温水とか出ないってもう絶対出ないです <laughs> もうトイレの便座もめっちゃ冷たいんですよもうやばいやばいです <laughs> 乃木坂にも岐阜県出身あ知ってる堀堀美緒奈さんかな <laughs> オータムって今いる芸阜面がえー、ファンルームって知ってる 分かんない正解えっ正解した、はあお昼は何分ぐらい入る ?20 分ぐらい <laughs> 好きなやつはメンバーでえま待って本当に正解したのかやばテストあるかもしれないし <laughs> テストあったらもうめっちゃ下の方だ <laughs> 12月は思想を分かんない <laughs> ち <laughs> りそうってなんだろう字が可愛いありがとうございます字があ間違えたじゃあ SK 知らなくてはね知らなきゃうん <laughs> しわすへえしわすか正解でしたイエーイ SK のまとめサイト 見て勉強してわかりました。シバス絶対読めない。<laughs> 勉強しなきゃ。うんー難しい漢字ってめっちゃまずい。<laughs> 難しい。<laughs> 思想 <laughs> なんか変だよね思想って。<laughs> ファンタビるファンショールームにあるんだけどちょっとだけメールで話ができるよええー、すごいなんええー、すごい <laughs> 7000人超えたイェイええー、すごい7000人超えたってすごいすごい M ステも M ステ M ステだ <laughs> 見よう 寒いっ寒いあ間違えた寒くない <laughs> まではここが毎日ありがとうございます。八時までって早いですよね。なえもうもう半早,早い早い暖房入ってる？暖房入ってないえな、なあそうだから寒いんだあずっと知らなかった。ブ <laughs> ンはブン作りたいあ作りたいうーん。 日曜日、曜土曜日明日か日曜日に材料買いに行ってうーん月あ材料買いに行きますで作る <laughs> 雪山棒こういうやつかなわ <laughs> かんない水まんじゅう知ってますずっと見てられるありがとうございますせやでもう30分せやでもう30分やばいやばいやばい めっちゃす何も忘れてたのね忘れてました <laughs> 今気づくとかやばいえめっちゃ寒いじゃん何度だろう <laughs> 仕事に戻りますまた明日ねまた明日ありがとうございました見てくれてブんンえブン絶対作らなきゃ絶対作る岐阜県出身なんで「ぎゅー」って書け,、ね、けない書けないこうやってやばい「ぎゅー」は書けます <laughs> 全も楽しみ楽しみめっちゃ楽しみ <laughs> 今日も楽しい配信ありがとうこちらこそありがとう <laughs> 顔はしないと思うんだけどたまに妙におそな顔をするときあるんだよねえー、うん真顔真顔のときかわ <laughs> かんない、はあ、も配信待ってますありがとうございます。 <laughs> 待っててくださいあの今日あ今日でもハサミハサミって怖いですよねめっちゃ <laughs> ハサミが怖いんですよなんかよくなんか知らないうちに手とか切ってることが多くてカッターとかもめっちゃ怖い <laughs> 文はアクリル絵の具で色んでてね <laughs> 色も塗るのめっちゃ大変。<laughs> 危ないもんね。危ない。ハサミは本当に、ハサミとカッターめっちゃ危ないでしょ。包丁も危ない。<laughs> 昔、昔、なんか、オレンジ、オレンジ切ってたら、オレンジみかんみかん切ってたら、ブシって刺さったんですよ、包丁が。マジで、もう超痛いですよ。<laughs> 文もで難しいのえっとこうやってやってグってやりますあでもこうやってやってなんか回らないことが多いんですよででも私はできるんですよそれがなんかシュッシュッってもうねプロの技えっ特技めっちゃ特技フ仕事で4本持ち歩いてます包丁挟サかな 4本 ?4 本も怖わえすごい4本切れないはさ切れすぎないはさみとかでええんや <laughs> 切れすぎないはさみ切れ切れない <laughs> そうやな歯の方に手を持っていかないことえでもなんか猫の手とかってめっちゃやりにくくてこうやってやっちゃう <laughs> ネギはキッチンバサミで切るタイプえネギは包丁でんんって切ります <laughs> 仕事によ,よくえ何できるんだろう。え何できるんだえでも痛い気をつけてくださいブー何分で作れるか楽しみにしてます楽しみにしててください絶対ね多分ね1回のね配信で作れないと思います <laughs> もうねちょっと不器用なんですけど文部長ですからですからうん <laughs> え何を使わないでチャーハン作るのかわ分かんないおおプロがいたプロ <laughs> 中3に見えないんだけど大人っぽい大人っぽい嬉しいありがとうございます <laughs> 何気になる何が NG ワードなんだろうあったかくしてハネするんだよわかりました <laughs> あれ「ブンブンごま部の部長だったっけ違います違います <laughs> 家庭科部の部長ですブンブンごま部 <laughs> でも楽しそうみんなで「ーンってやってたら絶対楽しいさすがーンのプロイエーイプロ <laughs> プロプロプロんだろう あれ30分あれ本気本気は出せ本気出せばまあそんぐらいなんですよ <laughs> でも本気は本気は出せないんですよ <laughs> 包丁包丁えー、包丁が NG なんだなん <laughs> でだろうあー怖いからや <laughs> わら笑わらわらわら <laughs> 副部長めっちゃ優秀。もうね、すべてがめっちゃ上手なんですよ。あの、裁縫とかも上手だし、あの、料理もめっちゃ上手でした。<laughs> 本気あいつ出すとか。なんか本気はもう出せないんですよ。うん。<laughs> 本気はもう、いつか、いつか出せるようになります。<laughs> うん, <laughs> うんまあまあそうなんですけど <laughs> そうですね本気出せは3分ですだけど本気は出せないんですよ <laughs> 盛り上げ係盛り上げ係ってんだろう <laughs> いつかですよいつか <laughs> いつかいつかうん いつかいつかいつか包丁包丁にえへへへ今じゃないよね今じゃない今は今じゃないです好きやったら本気出してくれ分本気出す分 <laughs> 30分はかかるだろうね30分はかかる <laughs>

<laughs> なんか副部長がいろいろみんなに教えてあげてあの私は横でなんかわわって言ってる <laughs> でもうん本気はいつかあ <laughs> 本気はああいつかあ5日あえ最後えっショールームの最後の日っていつでしたっけ5日 ?5 日が最後かな 6?6 日な5日 寒い決めたらいい気分 <laughs> えうまいめっちゃうまい <laughs> 部長始めお願いします <laughs> あ、めっちゃなんかつまみ食いつまみ食いしすぎてめっちゃ怒られてました <laughs> よく笑われます部長は怒られてました <laughs> あ怒られてないわ笑われてました1分 <laughs> は1分と同じ1分は1分と同じです <laughs> 声がカステムがかわい <laughs> ありがとうございますいつ,こいつかいつかいつかだよいつか <laughs> ええー、あと12水曜日までえ早いババア早いよ <laughs> マスコットキャラやなマスコットキャラ <laughs> ブンブンブン蜂が飛ぶ 文部長こんばんは。もっかしーさんこんばんは。こんばんは。えー、早いな。毎日やショール,ルームしなきゃ。<laughs> 男子部員はいません。いません、いません。<laughs> 絶対いない。部長になった時の息をもう一度。えっ、もう。 絶対頑張らなきゃ絶対頑張らなきゃって気持ちでした <laughs> 本当にあっという間だよね合格したら絶対あるかもねそっか頑張らなきゃ、うん、頑張ります <laughs> 頑張らなきゃ頑張らなきゃ <laughs> あと何分だろうあと何分ですか ちょっとかな、ね。 え、あと17分ええー、短い、めっちゃ短い。ブンブちゃん、あニー行く、握手会いく分。分分ブー <laughs> 合格してほしい。ありがとうございます。頑張ります。27日 YouTube 見ると。この子の良さが分かるよ。YouTube?YouTube? <laughs> YouTube? あと18分です。はぁ。ば あとちょっとだよ。8時からもできたらいいのに。絵の具忘れました。絵の具忘れました。絵の具忘れちゃったんですよ。めっちゃ悲しい。過剰審査で歌う曲は決めてないです。何歌うみんな何歌うんだろうあと17分。ねえ、やだよ。あとちょっとしかないよ。 今来たばかり今来たばかり <laughs> 今来たばかり分は全ての単位で使えるんだな <laughs> 全ての単位で使えますそれは怒られるやつ怒られましためっちゃ前に呼ばれて <laughs> 焦るめっちゃ焦った <laughs> 鼻声が心配だ、ね、大丈夫今日薬飲んで早く寝ますありがとうございます

<laughs> ねえ、ジラウか変顔マジでやばい。練習してこなきゃ。練習。変顔。ああ、わえ、忘れた、忘れたんですよ。忘れました。明日何時か。何時からにしよう。うーん。わかんない。明日何時からにしよう。<laughs> 何時みんな何時からやっぱ9時からするのかな。起きれたら9時から。<laughs> 来週末はじゃきっと最終週になるんだ、うん、怖いめっちゃ緊張してきたあ考えるだけでめっちゃ緊張する8000人8000人ってやばすごいありがとうございます昨日手にかいったのそれかああそうです今もね一応残ってる <laughs> 顔にフひかいておけば <laughs> やば 絶対見るよ。ありがとうございます。初見です見した頑張って。ありがとうございます。リーナ・クマさんありがとうございます。頑張ります。変顔しなくてもウィンクで十分。ウィンクなんか、できないんですよ。<laughs> 緊張したときはん0 0 0人は。すごい。ありがとうございます。起きるか起きるか起きるよ。<laughs> 仕事サボって見れたらありがとうございます仕事頑張ってください。緊張して手に絵の具って描くといいよ。え緊張した時はえじゃあ描てきます。<laughs> 材料買いに行くことも考えあそっかうん。いっぱいあれすることがいっぱい。8 0人超えてる分ありがとう分ありがとう分 のためにグミ用意して走らいそうやなグミといっぱい買ってこなきゃ <laughs> 緊張するといけないからブン持ってかないとブン持ってかないと <laughs> あ持ってかないきゃ絶対持ってこ <laughs> でも緊張した時にそれやってたらさ絶対ダメじゃん <laughs> 寝坊したらあやだ <laughs> 白目うん <laughs> <laughs> 絶対できない <laughs> ああ危ない <laughs> んか発熱しようやさやな。 大丈夫ですなんかえらいえらくないんですよあんまりえらいえらいのかな分かんない <laughs> 明日はなんかグミとジュース用意しなきゃ <laughs> あうん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  コブ <laughs> さんコブさんあっコブスかな <laughs> ジュースは何が好きなのアクエリアスが好きアクエリアスみたいなやつなんかが好きですおやつ用意する分おやつ用意する <laughs> 明日は熱は支援できるえやばいやばいかもえ薬マジで薬飲まなきゃ <laughs> 水筒あ水筒 てめっちゃいい水筒にしェアした「最終審査特技やってください」って言われたもう絶対ブンブンってやりません <laughs> えでも特技は二次審査かなでもやってないけどでもみんな特技は何かみたいな言ってたかもすごいああ <laughs> ポカリポカリよりもアクエリアスの方が好きかも <laughs> 夜なら見れるよ夜夜って何時からやるんだろうえか夜 <laughs> 夜見てくださいありがとうございます寒いから風邪ひかないようにねありがとうございますちゃんとちゃんとします <laughs> 特技ブーンえなんて言えばいいんだろうブンブンゴマが特技ですって言えばいいかな <laughs> 審査員爆笑する<笑> ねえでもわかんない <laughs> ポケットに入れてかなきゃぶん <laughs> じゃやばいうんーなんだろうじゃあ特技何があるかな何もないんですよ

白目ブーン白目ブーンってやばくないですか <laughs> もうおかしい人じゃん <laughs> この子はランキング読んだことないよランキングって何ですかどこにあるんですか <laughs> はい えお友達えっ無理今無理って言っといて待っててって言っといて,て,てえどうしようえっどうしよううん なんでだろう。<laughs> え？ナギキッス？<laughs> えっと白目目したら連、ね、鎖になる。うん？上の段、上の段。ママ？うん？ママ、ママ。えっとおばあちゃんです。初見です。ありがとうございます。

お友達、あ仲良い,い子は知ってます <laughs> おばあちゃんとえ、嘘おばあちゃん、めっちゃおばあちゃんですよ <laughs> お友達大事にします一緒にやってゃうのよ <laughs> ああどうしよう おばあちゃん <laughs> ランキングランキンキグってどこだろうランランキングって何スマホで見てるのスマホあ自分の携帯でやってん <laughs> えどこランキングああえ女あえ一1位1位えゲームセンター行くの 行かなないん <laughs> で来たんだろうこんな時間に上の13人えっとえ何やっ何て言うんだろう壇上えこのえあどうもどうも <laughs> え発8画面のこの音リアルなお友達と遊んでえあ待ってどうしよう分かんない えっわかるえ、わかんない男女って友達見てるかな見てるかな何しに来たんだわかんない1位とかあこのここかなこれこれかな <laughs> やばい思、ま、たりどうしよう パニック。順位うん。えっと、順位、1位、1位の人 ?1 位と2位と3位ん <laughs> うん。えっと、1位が、は、はしりろこううさん。で、2位が、えっと、2位が、へー 3 <laughs> で3位が師匠さん師匠さんで、えっと、4位がセレニーさんで5位がキャバリーズさんで6位が和和宗さんか7位が マッキーさんで8位がのりひろジョウさん。<laughs> であ九9位がベルナンブさんで10位がなんていうんだろう MZO さんわかんない。 で11位がユッキーさんあれ ?1112 位がつーちゃんさんで13位がドンガバチョさんですえあありがとうございますありがとうございますあ,ありがとうございますでホストがええありがとうございますありがとうございますがとうございええありがとうございますありがとうございます ありがとうございます。いっぱいいっぱい星とかくれてありがとうございます。ありがとうございます。あと3分。ああはは、ありがとうございます。明日ね。ちょっと楽しんでね。ありがとうございます。ちょっと楽しんで。ありがとう。 ありがとうございます。<laughs> ありがとうございました。あれどうやってやるんだろう。ありがとうございます。え、終わっていいのかなありがとうございました。え、ありがとうございまありがとうございました。<laughs>